梅酒が梅酒。はい、もう絶望的なまでにくそつまんない手押しだったと思うんですけど、はい、とりあえず細胞狼客実況、やっていきたいと思います。はい、あーね、なんやかんやでこのパートというか、まあ、このゲームもね、パート数がまあ2桁に突入したってことで、もう本当は通過点よね。まだまだ続きますけど、はい、15ということで、まあこ、ん？あれ？ちょっと待って、ん？ちょっと待って、なんかおかしくないか？なんかおかしくないか？ちょっと待って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 、え？おかしいよね。うん、チャプター4、いやチャプター4とっくに昔にやったよな。あ、ちょっと待って、これごめんなさい、読み込むデータ間違えましたね。これはこれ完全に読み込むデータを間違えた。ひどいなこれはあのクソつまんねえ出落ちからのまさかの読み込むデータを間違えるっていう、もう凄まじいぐらいのこの滑り具合。氷の上を滑る王者が羽生結弦だとするならば、動画の中で滑る王者は確実に俺ですね。ということで、はい、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっとごめんなさい、完全にあのデータ間違えたんで一旦カット入れます。はい、すいません、もう完全に読み込むデータを間違えてましたちょ、まずいな、もう飲酒実況の弊害が早くも全面的に出てきてるけど、はい、大丈夫です、またまた元気です。はい、なわけで、まあ気を取り直して細胞神曲実況を続きやっていきたいと思いますと、はい、なんだここはちょっと待ってくれ、ちょっと記憶を呼び覚ます。ちょっといつものことながら記憶がね、こうおぼろげにしかちょっと思ってないんで、ちょっと待って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 、こうなんか地下だよねこれな。あ、そうだ、なんか研究室が、研究室ってか、あの研究棟が爆破しただっけ、爆破されたんだっけ、戻る必要ないな。うん、でなんか避難してきてここに出たって感じだよね確か、こんな感じになってると思う。どうした、どうしたロリオ、おっとおっとおっと、ここで選択肢、このゲームで選択肢が出るって珍しくないか、珍しくないかっていうか、多分こういうちゃんとした、ちゃんとしたっていうのもなんかおかしいけど、がっつりとなんか選択肢があるっていうのは初めてじゃないか。どうしようかこれ、あとなんかエンド分岐にかかってくるのかな、いや間違いなくかかってくるよな。黙っている、何か感じているのうん、まあなんか心配するのがね、大人としての筋だと思うけど、ここはなんかね、この子なんかポチがどうのこうのみたいな感じで、なんか内部の事情を知ってそうだったから、情報を引き出す意味合いも兼ねて、ちょっと何か感じているの、絶対なんか感じてるよな。あ、いいよ無理しないで、でも話せんなら話してほしい、ちょ情報の開示を求む、教えてくんないんかい。あ、ポチ、そうポチよ、まだいる、手が届くところに、まあ、やっぱ近々手合わせすることになるのか、なんだって、でも気のせいかもしれない、不思議、引いたり消えたりまた現れたり、今すごく頭が痛い。あー、じゃない、ポチが近くにいると熊崎さんはあれ、頭痛が起きるっていう謎の症状に見舞われてると、頭の中にお化けが出てくるたびにふわっとして怖くなるの。あー、もう完全に侵されてますねこれは。お？そう、お守りありがとうね、おじさんじゃないけど、めっちゃおじさん連呼されてる、3回目だぞ。あ、よかった、やっぱ幼女はね笑ってんのが一番なんですよ。いや幼女に限らずね、あれなんですよ、なんかいろいろ勘違いしてると思うけど、ちょっと俺はねこれを声を大にして言いたいのは、女性の皆さんはね、まあやっぱこう綺麗に見られたいからといって、いろいろねこう化粧やらなんやらねこう着飾ると思うんですけど、結局のところね、女の人が、ね、こう着飾るもので何が一番綺麗かっていうとね、女の最大のねこう化粧って笑顔なんですよ。いや、ものすごく臭いこと言ったと思ったでしょ、でもね実際のとこそうなのよ、本当にもう笑った姿が一番可愛い、これ本当覚えといて、もうね綺麗に着飾ろうとするあまり自分が化け物になってるということをちょっとね
周りの人にいたらちょっと気づかせてあげて、男性の皆さんは。シナの元気になった？なんか足怪我したみたいな。右上だったらもう少しちょっと頼りがいがあるとこ見せてほしいんだけどね。お前未だに俺的には女に見えて仕方ないからね。完全に女なんだよな。実は男のふりした女説みたいな、なんか最近のギャルゲーにありがちな俺なんか韓国のドラマにありがちな、でこう男の中に紛れて男のふりをしてるけど実は正体は女でしたみたいな。傷も治りかけてる。え、ちょっと待って、お前も細胞にやられてるんじゃないの？なんか思考細胞だっけ。お前の能力それなのかもしれないな。うん、超速再生的な、ブリーチのウルキオラ的な感じか。かっこいいな。え、見て、お前脳天気にいることじゃねえんだぞ。まあ、それ可能な心配が今のところないから、それは良かったというか、心配なくなるけどもな。うん、まあ、これぐらいなんというか気にしない人間の方が後々生き残るんじゃないの。ティナって何よ。ん？おっと、どうしたお前。え、ちょっと BGM 止めんのやめて急に BGM 止めんのやめろ。ちょっと梅酒飲まして。ああ、ええ、俺ね、お酒の中で梅酒が一番好きなんだわ。あ、ちなみに今回のね、おつまみはね、あの燻製牡蠣、あの味噌風味っていうね、めちゃくちゃねこう美味しいやつをね、あの薬局で見つけてきたんですよ。意外とね、薬局ってね、安くてね、あの他のところではね取り扱ってないようなおつまみとか置いてあるんで、おすすめですよ。で、これどうしたらいいの。ティナって何よ誰だよ、もう新しい人物を出してくんな。いや、人物かどうか分かんないけど、なんかポチって流れ来てるから、なんか化け物なんじゃないの。っていうか、なんでお前をそれ知ってんのよ。っていうか、なんかなんでその様子がおかしいのかっていうのがちょっと気になるんだけど、こいつなんか多重人格説俺の中で出てるぞ。なんでもないよ。深追いしない方がいいのかな、こういうのって。いや、でも気になるよな。気になるよね。聞こ。ちょ、ごめんね、ちょっと気になることはとことんねこう追求したくなるたちなんで。もう最近のね、こうメディアみたいな、マスゴミ的な、なんでしょうね。俺がそう、ん？今そうやって言いました？おっとおっと、それは果たして本心なのか、はたまた演技なのか。なんかちょっと待って、お前怖いぞ。大丈夫？大丈夫かちょっとシナの俺の中で結構要注意メンバーのうちの一人になったぞ。柳さん、久々ですね。ちょっとなんか最近あまり出番ないですけど。うん、まあ大丈夫大丈夫。でもあなたもあなたで多分ね、今後なんか見せ場的なものがあると思うから。いやいや、ポジティブにいきましょう。ポジティブに。味方ですよ。めっちゃ選択肢出してくんな今回。まあでも全部味方に引き込んでおくことに越したことないんで、ちょっとやっぱここは安心させていきましょうね。こうまずはね、こう外堀から埋めていく感じで、まず信用できそうな人間から味方のね、こう手駒にしていくと。味方でいてねというよりは、まずこっちを信じさせよう。こっちが誠意を見せないと向こうも信じてくれないから。カウンセリングの基本だから、まずは落ち着けること、そしてこっちが害意がない人間だということをちゃんと思わせると。オッケーオッケー、いい笑顔。女性の一番の化粧は笑顔ですからね。これ今日の名言だな。これ何、魔法人守るか。さて、クラッチさん、クラッチさんだよね。ああ、なんか超能力目覚めたけど普通になんかあの化け物と張り合えるぐらいの力手に入れたんじゃないの、しれっと。大丈夫？急い。ああ、なんかそんな感じの男いたね。まあ大丈夫大丈夫、絶対生きてるから。うん、
なんやかんやで、あの体験版の終わりの時のあの最後のシーン俺覚えてるからね。あいつバリバリ生きてたから。やっぱね、こう正義感が凄まじいんだろうね、警察官ってだけあって。仕方ないことでした。彼の無念を晴らしましょう。だから殺すなっていうの。黙っている。なんかさ、めっちゃ黙ってるっていう選択肢がさ、どの人とも話しててあるんだけどさ、これ完全に好感度下がるフラグだから、もう結局一番上選んどきゃいいんだよな。うん。ね、こう誰が悪いっていうことじゃないよ、もうそれは。淡々としていて冷静だ。いやでも時にね、そういった判断ができる人間じゃないとこの場では生き残れないよ。少し嫌な可能性を疑うほどにな。私の急であることねが、あーちょっとダメだったかな、マイナスな方にイメージが傾いたか。彼の無念を晴らすために頑張りましょうの方が良かったかな。まあいいや。まあとにもかくにもまだ1周目なんでね。うん、まあなんかこういう細々としたなんかところとかは、まあ後にね、ウェスランクまでやるかわかんないけどね。うん、まあできる限りやっていこうと思うんで。はい、じゃあ行こっか。行こうぜ、クレイジーサイコパス。外出るの久々になるな。基本的に俺施設から出られないから。ああ、お前はお前で結構ちゃんと研究員としての役割は果たしてたんだよね。それ偉いと思うけど、下の名前をおっさんに言ってないからね。さすがにポリスマンだとちょっとめんどくさいかなと思うんだ、説明が。お？お前その着てるね、白衣に付着してる血が全てを物語ってるけどね、何をやってるかっていうのは。ならば好奇心の塊として俺はあなたを意地でもここから生きて出さなきゃいけないですね。それが狙いですか。いいねそれ。俺麻生ちゃんのそういうとこ大好き。まあ奇妙な関係性だよな。なんだかんだにみんな生き残ってほしいけどな。行くぞ。でんでんでででで ん, かん。さて、ここは結局地下ってことでいいんだよな。あの研究棟の地下なのかわかんないけど、まあ地下だよな。私が思うにこれはただの一オカルト団体が起こしている事件ではないようにも。というと、考えたくないが、おそらくは巨大企業か政府、警察、公安、どれかが、どこ、なんて読むんだこれ。なんであれ、どれかがでか。うん。どこかで噛んでる気がするな。いずれかか。なるほど、故にこれまで大事にならず、このような、大ごとにもならず、このような事態が隠蔽されていたと。まあ、確かになんかでかいバッグを控えてないと、こうやって揉み消すことはできないよな。いつの世もね、力のある人間が裏にいないと、こういった事態は揉み消せないですからね。もう今の日本の政治家みたいだな。これはね、いわゆる排水処理場だよ。血とか黒い液体とか混じった水をきれいにするんだ。へぇ。おい、お前そう言いながら垂れ流してんじゃねえだろうな、海とかに。原発的な、福島第一原発的な感じでしれっと放射能を含んだ水流してるみたいな、そんなんじゃないよね。じゃあもうちゃんと浄化しろよね、おじさん。もうおじさん固定なのね。あとくんも気にしなくなった。私とお姉さんとおまわりさんとおじさんにあると思ってたもの。でもおじさんそれだけじゃないよね。ちょっとね、ま的を得てないというか、なんだろう、話のあれが見えてこないよね、あなたとの会話を。悪い人だって思わない？でも何、あとお前もなんかあんのか、お前もなんか一物を抱えてるってのか。そんなわけないよな。今まで俺が操作してきたけど、なんかそういったね、なんか暗い過去的なものは多分なかったと思うんだけど。もう一人の人？ああ、はいはいはい、あいつね、磯井さんね。なんか知ってんの？聞き覚えがある名前。あいつ確かなんか本書いてたよね。資料室かなんかいなかったっけ？あれ書いてたのあいつだよね。ちょっと待って、ごめんなさい、記憶がおぼろげなんだけど。
お腹が空かないんですよね。最後に記憶にある日付3月なんですよ。それから何か食べた記憶がないんです。今もう4月ですよね。あー、なんだろう、なんかそれに規制されてるとお腹が減らないみたいな、すごいなんか省エネ人間になるみたいな。それはまあ専門家じゃないんで何とも言えないですけど、まあまあまあ無事であることを願うばかりだな。ここはなんかあれね、なんというか、お、ちょ、一旦ここでもセーブ一発入れといて、はいはい、行こうか。さあちょっと今日はね結構進む気でいるんで、はいはい、ガンガン行こうぜ、ガンガン。もし俺の能力ってやつが怪我とかのすごい再生だとしたら、何かあった時はどんどん俺を盾にしてください。やめろ、その自己犠牲の精神はやめろ。もう荒木小読み君と一緒になるぞお前。あ、そうですね、私たちようやく助かるんですよね。それフラグっていうの。このエレベーターはちゃんと動くのだろうな。それフラグっていうの。おどうよクレイジーサイコパス、そのベーター使える、ベーター使える。お、来た来たね、多分。やめてやめて、不安煽らないで。動いてる動いてる。もうすげえなんか音が心配なんだけど大丈夫。確実に普段使わないかのようなエレベーターの音がする。上へ参ります。上に行ってんだよね。さあ果たしてどこに出るのか。お、本島の1階。面白くなってきたじゃないの。わー、なんかバリバリの宗教団体の施設って感じがするわ。やったー、ほら行ったでしょ、すぐそこ外だよ。絶対出られねえやつ。嘘ではないんだ、私たちは助かった。そうなんだな。おっと、え、ここで、お前ここでフェードアウト。いや圧倒的不利なんですけど。圧倒的不利なんですけど、動くなもクソもなく圧倒的不利なんですけど。おっと、うずくね細胞が。ヘビ、ヘビフチ、ヘビ、ヘビつか、ヘビ。ごめんなさい、ちょっとシリアス場面ぶっ壊して。相変わらず漢字が読めないですけど。実験棟の研究員は全員始末せよと宇杉様がご指示なさった。おい、ちょっとちょっと勘弁してくれよ。こちらにはそのクレイジーサイコパスが今は必要なんだよ。本当に死んじゃった。それは明かさなくてよかったんじゃないの。余計なこと言うな、手の内はギリギリまで明かさないもんだぞ。まあ死に急ぐな。お前たちは我らの船に乗る権利がある。ほう、宇杉さんは認めれば我らが同胞として喜んで迎え入れようではないか。おー、少年お断りしますけど。いや逆か、逆に味方になっといて後でこう内側から殺してくっていう。
的強キャラ感。誰なんだよ、ヨウって。おっと、アトウくん、アトウくん、大丈夫か？死んではいけません。ここは私の言う通り、彼に従ってください。ちょっと、ロリがビビってるよ。もうあなたは根本的に話を聞いてないよね。なんか、どうでもいいよ。どうでもいいよ。それどころじゃないから。うん、それよりもアトウくんの様子がおかしいんだよね。あー、なんだかんだで気に入ってたんだけどな、あのクレイジーサイコパス。ここでフェードアウトか。ん？なにこれ？え？え？ちょっと待って、なになになに、メニューが開きね。今セーブ入れようと思ったけど、あれ、これさ、ここに来るまでのあれだよね、あの森での出来事だよね、あの研究所に行くまでの。これはこんなんあったっけ。ちょ、ごめん、 あんまよく覚えてない。固く閉ざされてる。このゲーム、いよいよなんか異能バトルものになってきてる気がするんだけど、ジョブチェンジし始めたぞ。超能力操ってバトル始めるぞ、そのうち。アトウくんの能力が強いものであってほしいという。なんか俺杖系のことやりたいよな。誰視点なんだろう、これ。これ帰らないのか、誰なんだろう。どうした、あの一件以来お前に対するいじめもなくなったように見えたんだか。音羽根くん、あ、え、じゃあこれ後田中くんを殺しかけたんだ。正当防衛で一歩間違えば逆に君が殺されてたかもしれない。まあだからといって相手を殺していいことにはならないが、いや、身を守るためなんてものじゃない。俺はあの時確かに田中君を殺したいと思ったんだ。強く強く、体の自由を奪って骨を砕いて首を絞めて、これまで俺がされてきた痛みの分だけ返して殺してやろうと。そんなびっくりする男が来て、信じられないような憎しみが湧いて、そうしたら手から植物が。お前もうこの段階でおかしかったじゃん。やっぱ後だ。確かに君はその超能力を使って人を殺しかけた。それは結果的に悪いこととなっちまった。しかし俺としては本音であり衝動とも言える強い殺意に勝利した君にとても興味がある。じゃあなんか細胞のせいじゃなくて、何、先天的にその能力はあったってことなのか。いや、もうお前も変な人だけどな。この二人の関係はこの時から始まったってことね。チャプター6、始皇帝研究所。
ああ、もう完全に閉じ込められましたね。え、優しい。優しい。こいつわざと落としてっただろ。実は味方だろ、こいつ。まあ、見てたのは夢ってことでいいんだよね。なんか清潔感があるよな。なんとかしないと。お、一枚の木の葉が落ちてる。お前やっぱ植物を操ると。棒か紐のようなものがあれば取れそうだ。お前の能力で取れよ。あれからずっと封印してきたけどやるしかないか。力を貸してくれ、愛する植物たち。 完全に異能バトルものになってる。扉の向こうに鍵らしきものが落ちている。棒か紐のようなものが取れそうだ。はい。おお、何これ。懺悔室の鍵。宗教っぽいね。はい。お、開いてんじゃん。こいつは何？死んでんの？死んでんのじゃねえや。寝てんの？起こしてはいけない。もう植物で、あれ、初期にして縛っときゃいいんじゃない？ いいの？倉木森、発令中について。倉木森が発令されている間は、来客、一般信者、巡礼信者、修道者、司祭などの立場を一切問わず、始皇帝研究所の敷地外へ出ることを禁止する。その間の外部との連絡、外部への通達については、司教会メンバーの指示に従い、大司教である宇津木様の認可を必ず得なければならない。これに従わない離反者は懺悔室に監禁すること。司教会が必要と判断した際には地獄の門へ案内せよ。 かっこいい。上野の美術館行く途中のあれで見たぞ。ロダンの考える人と地獄のも。最近あんま行ってないっすね。はい、というわけで、あんまり進んでないっすけど、正直あんまり進んでないっすけど、とりあえず今回はこれ切りたいと思います。なかなかね、面白い展開にはなってきましたけど、まあちょっとクレイジーサイコパスがね、死んじゃったのが、ちょっと、まあね、ショックではあるんですけど、まあ致し方がないということで。実はあいつのなんか細胞、体に持ってて、超速再生で生き返って後から、ね、こうピンチの時に、バーンって後ろから撃って助けてくれるみたいな展開がね、こうあることを、まあ、ちょっと願ってますけど、まあおそらくないでしょう。はい、ということで、次回もお楽しみに。それでは。